新潟旅キャン始まるよ。 Hello everyone, thank you for watching this video. I'm a local reporter in 新潟。 Please call me 流し。皆さんこんにちは。新潟県地域おこし協力隊長島良平こと阿蘇は体験レポーターの流しです。本日はですね、新潟県柏崎市にある新潟県立子ども自然王国にやってきました。こちらのキャンプ場を紹介していきたいなと思います。では早速行ってきます。キャンプ場バーベキュー利用の受付はこちらの夢倉にて行います。キャンプサイトは全部で15サイトあります。キャンプサイトの目の前に駐車スペースがあり、運搬や後片付けがとても楽です。サイト自体もしっかりと整地されていて、こちらのサイトは木々に囲まれ落ち着いた雰囲気でキャンプを楽しめそうです。9番から15番サイトはサイト近くの専用スペースへ駐車可能。サイト前方が開けて広々とした棚田状のサイトが特徴的です。見晴らしも良く、キャンプサイトから遊び場が見渡せるのでファミリーにはとても安心です。こちらはバーベキュー広場になっています。道具の貸し出し、食材販売もあり、気軽にバーベキューが楽しめます。全2棟の高床式の宿泊キャビンもあります。続いてワンパク広場へ。みんなで楽しめる大型遊具がいっぱい。お、何これ何これ、 What this? 何 A と B と、あ、そう、 A と B、 うん、いいよいいよ。 C と C、 うん、 C と C、 D、 うん、D、 D、 揺れてる揺れてる、頑張れ。できたできた、やったよ、いしょ。家族で楽しめる楽しい自転車も。お手洗いや炊事場については、キャンプサイトバーベキュー広場から徒歩1分圏内にあり、アクセスも便利です。お次は子ども自然王国の本館エリアへ。こちらが本館になります。各種お土産や和室の宿泊室、天然温泉も完備されています。館内には併設されているレストランもあります。地元グルメやお子様メニューも各種あります。本館への宿泊者、日帰りの方でも利用が可能です。広々としたスペースでゆっくりとくつろげます。また雨の日でも外遊びができる屋根付き広場もあり、ボールもレンタルでき、手軽に遊べるのも嬉しいです。そしてもう一つ、屋内で運動できるホールも完備されています。フランス生まれの木製ブロックで遊べる体験もあります。作りたいものをイメージして、ぜひ親子でチャレンジしてみてください。なんと子ども自然王国では工作体験ができる工房も。予約不要でワンコインから体験できるのもあります。季節ごとにいろんな木工作作りが楽しめるのでおすすめです。はい、ということで今回は柏崎市にある新潟県立子ども自然王国をお届けしました。皆様いかがだったでしょうか。いや、この子ども自然王国はですね、本当にこう快適なこう広々としたキャンプサイトを拠点に、自然に親しみ遊べる遊具や体験イベントが盛りだくさんでした。そしてなんといってもこの子ども自然王国の一番の魅力は、ただ楽しいっていうだけじゃなくて、楽しいことの中に学びがたくさんあふれていて、木工体験ブースであったり、自然体験ウォークであったりとか、そういったところで子どもたちの好奇心をくすぐる仕掛けであったりとか、想像力を働かせたり、自由にこう自分を表現できる遊びがたくさんあって、まさにプレイフルな児童館でした。その他にもジョンノビ温泉や地元ならではの食材を買ってキャンプとともに楽しむこともできますので、ぜひいろんなスタイルで楽しんでみてください。ということで、ぜひこの夏の間、暑さに気をつけながら楽しいアウトドアの一日になりますように。ハパグッアウトドアです。